オフィアコドン科は3億1130万年から約2億7970万年、前の古生代石炭気候期からペルム期前期にかけて生息した単ユミ類。単ユミツナ、万竜木、新万竜亜木。基地のものとしては、最古の万竜類であるアーケオシリスを含むため、すべての万竜類の基幹系統とされることもある。 しかしながらこの系統自体かなりの特殊化が見られ、またエオシリスなどより、祖先的形態を持つ生物も発見されているため、この見方は正しくない。オフヤコドンがの属するシンバンリュウ類は、アーケオシリスが現れる以前に、各系統の分岐は始まっており、エオシリスなどを含む系統である、カセアーモクとシンバンリュウ類の分岐は、さらに前の時代に遡るとされる。 このトガは長らく孤立した系統として存続したが、原因は不明ながらも、勢力を拡大し始めた獣弓類や、爬虫類などと入れ替わるように、エダフォサウルスカと共に、ペルム期中期には姿を消している。彼らは、初期有用膜類としては、比較的大型であり、初期のアーケオシリスでは60センチメートルから1メートル、後期のオフィアコドンでは4メートル近くと推定される。 部分骨格が出土している。体型はトカゲ型で、保守的な形態であった。頭部は細長く、特に眼下より前方が長くなる傾向がある。後頭部は、下顎関節付近に向かってなだらかに後傾している。眼下、側頭窓は共に大きい。両生類が持つ耳切れ根は存在せず、顎関節付近に耳が存在していた。上顎の葉の大きさもばらつきがあり、これは、 後の一姿勢につながる形態であるとされる。後期の大型種では特に頭蓋が長くなる傾向があった。これは魚食性への適応を示すとされる。そしてその頭部を支えるための筋肉の付着点である肩部の骨格が発達していた。骨格の特徴などからいくつかの種が反水性であったと推定される。おそらくは小託地を好み。 動きの遅い両生類や魚類を捕食していたとされる。しかし、アーケオシリスなど、初期の種は昆虫あるいは小型脊椎動物などを捕食していたと推定されている。ありがとうございます。